人間の思いがロキに届いた。彼は真田幸村にゼウスの体の在りかを伝え去る。連合軍はオーディン軍が守るゼウスの体を目指して進んだ。腕輪にオロチの力を注げばオーディンを滅ぼせる。彼らが組み立てた仮説を実証するために。ふむ、すでにダッキたちがいるようですが、ゼウスを厳重に守っているのでしょう。どんな状況であろうと俺たちは立ち止まれない。参りましょう、お市様。ええ、全ての世界を守るためゼウス様を取り戻しましょう。この場所がバレちゃったか。なら、こういうのはどう？城に火を放ちやがった。俺の力、どうやってもゼウスを俺たちに渡さないつもりか。向こうが家系を使ってくると、火が回りきる前に城を制圧しましょう。ディポンよ、燃え。みんな早くこっちに来て、どんどん火をつけましょう。このままでは城が焼け落ちてしまいますぞ。急ぎ怪物の進撃を食い止めねば。縄文を抑え、怪物の侵入を防ぎましょう。炎の中、よろしく頼みましたぞ。神宮殿、指揮はお任せしてよいでしょうか。私は怪物を一掃するため王術の準備をします。よろしければ修繕殿もご一緒に。なあ、俺たちを家系で出し抜こうなんて甘すぎる。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。高虎、行くぞ。それがしにはそなたの力が必要だ。承知しました。必ずや戦果を上げてみせましょう。一、霊気殿についていくわけで、彼女はまず軍に馴染めていないだろう。わかりました、お任せください。長政様、長政様のことはお願いします。あなたがいればきっと大丈夫です。お任せください。私が必ずや長政様をお守りします。二人とも私と一緒に進む。レキさん、あなたの力頼りにしていますよ。お前の期待にかがわぬよう奮戦するぞ。俺に任せよ。敵将を討ち取った。よし、頑張っているな。その調子だ。野牛胸、それなりに楽しめ。呂布殿は一人。大丈夫なんですかね。呂布殿は短期でこそ力を発揮される。我らと歩調を合わせてその分を生かせぬだろう。仕方あるまい。軍は我らが着実に遂行する。全然足りないわ。みんなもっと来て。王術の準備はうまくいっているのか。受け玉はどう。俺も目の前の面に集中する。協力者どんどん
ざまな。我が式で制圧しよう。火が回るにはまだ時間がかかる。急ぎ敵を一掃すれば進化も間に合うだろう。さらなる活躍期待していますね。俺の力思い知る。ティポーン燃えつよ。俺に任せよ。口がいい。新規癖の強い男ですが、采配は的確ですね。さすがはあの鬼神を支えた軍師、心強い。俺に任せよ。俺の力思い知る。火獣はまだあっちを探ってるんだ。あいつのことだからバレてないとは思うが。あの方の心配ならご利用か。火を見て我らの元へ下りましょう。ティポンよ。こりゃ適当じゃ済まないか。敵将見つけたぞ。いやお前は頼りになる。ありがとな。決勝だ。はい、いかに巨大な炎でも私たちの進軍は止められないでしょう。他の怪物もご用意しちゃってます。さあ、あいつらをやっつけちゃって。俺の力思い知る。の進軍譲れはせぬ。苦しめてやる。受け玉はパワー。秩父の隙もないご活躍よ。おもれに厳しきその姿勢見習わねば。天下無双の武勇憧れます。敵も黙って行かせてくれないのだ。今注意して。ティポーンよ燃えつよ。ここは通せへん。今度こそダキちゃんの役に立ってみせる。卑弥呼か。窮地とて容赦はしない。立ちはだかるならば私がここで打ち倒す。お待ちください。私たちも共に参ります。お見事です。私も頑張ろう。相互の者この生命が打ち払った。我こそは源の九郎義経。ここは抜かせぬ。手強い敵がまた出てきましたね。ですが突破させてもらいます。お前の活躍に俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。
俺の力、こりゃ適当じゃ済まないか。さっさと手を貸せ。よけたまわろ。決勝内、決勝お見事でございますな。ティポーンよ、燃えしろ。ここを通ろうってか。なら、その獲物を置いてきな。簡単に行かせてはくれないか。参りましょう、長政様。行こうか。我が槍で貫いてみせる。この生命が俺に任せる。やりやがるじゃねえか。逃れられない。よし、門は押さえた。ここで炎の怪物を食い止める。この地点で迎撃に徹するとしましょう。貴様の剣には興味か。俺と戦え。なら場所を変えようか。ついてきなよ。父上、どこへ行かれるの。玉殿を見送る胸中はお察しします。ですが、ですがご心配は無用ですね。炎の怪物はまだまだいるんだから。さあ、城が持つかな。こりゃ適当じゃ済まないか。ありがとうございます。すぐに体勢を立て直します。どう見てもあた毎度ごめんな、ガキちゃん。なんとかなりましたね。お二人ともお怪我はありませんか。ええ、大丈夫。レイキドさすがね、見事な活躍だ。いや、お前たちの協力があっての戦果は、私一人では手間取っていた。さあ、行こうか。受けたまま。中央の門を押さえた。引き続きここを守らない。貴様、申し訳ありません。なんとかなったか。さっさと進もうぜ。よし、この門は押さえたな。注意を警戒しましょう。敵に奪い返されると。どうです、逆らい押されているか。しかし、ここで負けるわけにはいかない。源氏武者です。落とされてしまったか。この辺りに王術があるはずです。あったぞ、陸さん。早速火を入れよう。家康殿の話ではここをこうすると。よし、発射。うまく動かせましたね。これで怪物を仕留めていきましょう。おお、王術が火を吹きましたな。イクソン殿、さすがの、さすがのお働きですぞ。少しは動かないとダッキに怪しまれる。果汁が出てきたか。少し様子を見たいところだが、ここは我らに任せよ。果汁殿のもとへ行くがいい。命令違反とも取れる行為。さっさと手を貸せ。今回だけは目をつぶ。少量だ。抜き。すみません、行ってきます。
膝まずかせてよ。ここまで頑張るってね。けど今度こそおわり。情けないところを見せて、ここから挽回するとしよう。ウランなら敵前逃亡など処罰の対象だ。アジュル殿の様子も伺っておかねば。危険を冒して患者を務めてくれているのだ。芝生殿が友を心配するのは当然のことであろう。こんなところでいいだ。俺は下がるぞ。カジュンさんやられるの早くない？悟空さん代わりに行ってよ。ったく猿使いが荒いね。まあいい、大活躍してやるぜ。苦しいけどまだ戦える。また面倒なのが出てきたな。帰ってくれればありがたいんだが。ウケー、釣れないこと言うなよ。このサラマとたっぷり遊んでもらうぜ。カジュさん、まだ撤退してなかったの？人間がここにいたら焼け死んじゃうよ。行こうか。他の奴らは引いている。この時を待っていた。え、カジュさん、まさか裏切るの？なんちゃって、それぐらい読んでたわよ。タッキ様、お下がりください。俺の力だ。この石下がらず、これよ。まだ兵が残っている。もう少しで私を倒せたのにね。勇気抹殺しちゃって。食ってやる。あいたたた、これ退散するしかねえな。あばよ、カジューは無事なのか？あいつ城内にいたんじゃ。ブギャー、なんで。え、ちょっと勇気起きてよ。主膳殿、城を撃つのはおやめください。あの中にはゼウス殿が。すまない、手元が狂った。竜とかけど、あの姫妖魔に当たったみたいだな。これでお前一人だ。覚悟しろ、ダッキー。な、何これ。こんな展開ありえない。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。オーディン一人を斬れば異界の乱は収まる。その確証が欲しくて内情を探ってたんだが、奴の力は強すぎるのさ。おじさん一人じゃ無理。さっさと手を貸せ。だからこっち側にいて、おたくらを太らすことに。激昇を刻まず。何をグダグダ言っている。さっさと俺と戦え。降参するよ。世界が救われる確証も得たしね。邪魔の入らない場所で確かめられてよかったよ。ゼウス殿の場所が分かった。ついてきて。なんとか目当てのものが確保できましたな。しかしまずは城の火を消しましょう。炎の怪物が引いているなら問題ないでしょう。この程度の火ならすぐに消し止められます。力はオーディンに奪われてしまった。代わりに俺の命をもって父上を復活させよう。
私にも責任はある。貸した命はオーディンを倒した後に返してもらうさ。感謝する。この世界を作ったこと、私たちを巻き込んだこと、全てお前の策なのか？いや、息子の裏切りはさすがに予想外よ。父上、申し訳ありません。アレスよ、お前の罪は重い。ゆいに罰を与える。全ての世、そして人間たちを救うため命を懸けて尽くせ。できるな？はい。さて、人間たちよ、あとはお前たちの手で幕を下ろしてくれ。ゼウスよ、この異界でウヌは何を望む？わしの力を餌にオーディンを呼び寄せ、お前たちと共に撃とうと思っていたのよ。力への渇望と滅びへの恐怖に取りつかれ、オーディンは不穏な野心を抱いた。全世界を従えるべく軍備を整えたのだ。このままでは神々の間で戦争が起こる。そうなれば神界も人間界も無事では済まない。無論戦界もいずれ巻き込まれただろう。これをいかにして防ぐか悩んでいる時に、オリンポスの水鏡で偶然お前たちとオロチの戦いを目にしてな。この世界を閉ざしてオーディンを縫い止め、人間たちと共に奴を撃とうとした。そんなところかの。だが危険な賭けに出たものだな。オーディンがオロチの復活を企てるなど、少し考えれば分かりそうなものだな。だからこそ戦界と、そして英雄たちの力が必要だったのよ。たとえオロチが蘇ろうとも、お前たちならば倒せる。でも、だったらどうして私たちと戦ったんですか？最初からそう言ってくれればよかったのに。本当にオーディンやオロチに対抗できるだけの力を持っているか確かめたくてな。それと純粋にわしが戦ってみたかったのよ。父上、あなたは本当に。いや、すまんすまん。しかし、まさかお前が命を懸けられるほど人間たちに感化されるとはの。そういうわけでは。ただ俺はオーディンに一泡吹かせたかっただけで。最初はそうでも、人間を滅ぼしたくない。彼らになら未来を託せると思ったのだろう。素直になれぬのは相変わらずのようだな。親子ともども皆には迷惑をかけてすまんが、全ての世界を守り抜くため、どうか力を貸してくれ。ああ、大事な仲間も取り戻したことだし、これからはもっと真面目にやらないとな。師匠の口からそんなセリフが聞けるとはな。何度も戦って、おたくらの力はよく分かったよ。おじさんの剣、これからは世界を救うために使ってもらおうかな。宗則殿、心強いです。どうかよろしくお願いいたします。この加工旅に任せておけばいい。
殺、これを貫く。うまくいったようだ。オーディンがわしの力を奪い滅びぬ存在となったのは誤算だが、まさかオロチの力を使うことを思いつくとはな。いやはや人間の知恵とは素晴らしい。やはりただ教え導かれるだけの存在ではないか。あなたは倒れていらした間のことも全てご存知なのですか？うん、魂まで奪われたわけではないからな。この世界の様子はずっと感じていた。だが残念なことに腕輪に力を込めるにはわしの杖ケラウノスが必要でな。それを持っているのはロキ殿ですね。うん、力も武器も奪われた今のわしでは大した戦力にはならぬ。すまぬがケラウノスを取り戻してもらいたい。承知しました。ロキ殿のもとへ向かいましょう。神々の王たるわしが勝利をもたらしてやろう。戦場を混沌で染め上げてやろう。